ハグさん。はい。今僕、ハグさんに向かって、波動を送ってるんですけど。ストリートファイターですか？感じてます。感じてますよ、波動。まあ、音声の波動。はい。空気の振動。正解、正解、その波動ですよ。はい、おぉ、また変な波動。僕が今送ったのは、音波という波動ですね。ストリートファイターかも。ストリートファイターも波動圏って言って、あれは声かもしれないです。でかい声出してたけ。感じて嫌なやつじゃん。ダメージで、確かに。今のしきれんしね。まあ、ともかく、はい、まあ、そう、そういう冗談はさておき、まあ、はい、今回はですね、まあ、音の話をね、したいと思いまして、はい。僕が、まあ、送った音、まあ、この音が、かぐさんの耳の、はい、まあ、一部に、まあ、共鳴するような形で、共鳴、はい、ちゃんと、まあ、それが、まあ、認識されたということですね。うん、まあ、で、かぐさんの、VR 学の方では、まあ、その認識の方の、というか耳の仕組みの話とか、構造の話をしてますね。しましたけど、まあ、僕もちょっと一般的な音、うん、の物理についてちょっと今回話したいなというふうに考えています。うん、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆる、物理＆音楽学徒のレオです。はい、ゆるバーチャルリアリティ学徒のカグです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、まあ、今回はね、音の話というか、うん、まあ、まあ、主に話したいのは、まあ、振動と波動の話なんですけど。振動と波動。はい。うん、まあでもね、波動とかね、共鳴とかね、みんな適当に使っちゃってるよね。本当に。いや、だからね、うん、まあほら、すぐなんかこう、怪しい、こう、話とかでさ、怪しいショッピングで、こう、波動とか言っちゃう人たちいるじゃないですか。いますね。なんか、なんでしたっけ、クリスタルの音の叩いて音鳴らして、それが脳に共鳴するから、ね。ああ、ほら、それ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 の、そういうの。そう、俺も用意してたのは、なんか宇宙からの波動が、みたいな、そういうなんかね、なんか書いてある気持ちも、ジンマシン出ちゃうんだけど、そういう話。そういうのあるじゃないですか。うん、それさ、それなんでそんなものがまかり通るかっていうと、やっぱりみんなこう、波動とか、うん、共鳴とか、うん、もうよく分かった雰囲気で使ってる。これでも本当にちゃんとした物理用語なんで、うんうん、その物理の部分をちゃんと話したいなと。なるほど。じゃあ今回の話を聞くと、はい、そういった勧誘を対峙できる、はい。対峙できる。反射できる。これはもう必見ですね。今日も反射できます。はい。楽しみです。はい。という話をしていきます。よろしく、はい、よろしくお願いします。はい、で、まあ、今ちらっと話しましたけど、まあ、共鳴とか、まあ、特にその、まあ、波動とか、減衰とか、そういう言葉がいっぱいあるんですけど、その言葉がちゃんと分かってないとまずいんで、そうですね。まあ、そのあたりから説明していけたらな、というふうに思っています。はい。で、まあ、波動って、まあ、いう話、振動波動っていう話、まあ、なんか一見地味なようですけど、うん、これ実は物理でものすごい重要な概念で、うん、もうありとあらゆるところに出てくるんですよ。うん、っていうのも、まあ、音ももちろん波っていうのは皆さんご存知ですし、うん、海の波とかも当然ご存知だと思いますけど、はい、まあ言ってしまうと光も波だし、そうですね。はい。で、この間、量子論会で話しましたけど、粒子も波なので。波であり、粒である。そうです、そうです、そうです。っていう性質を持っているので、波のこと知らないと、この世のこと何もわからん。確かに、そう言われると、はい、波ですね、全部。もう正直、もう、ある意味この世は全て波と言っても、うん、いいでしょう。大丈夫、大丈夫ですか？ちょっと、今、それを撃退する気持ちもないですけど。そうそう、今、ちょっと力みすぎました。今、ちょっと過言ですけど、はい。まあ、とりあえず、でも波が占める部分はかなり大きい。その物理学を理解する上で、結構波っていうのを知らないと、結構まずいし、うん、僕もこう、いろいろその共鳴とか反射とかそういう話をしていきたいので、うん、まあ、そういう意味で、その辺の話を、まあ、先にしていきたいというのが、はい、まあ、今回、一番大きなモチベでもありますね。はい。はい、ということで、じゃあ、早速、まあ、ワードの説明に入っていきましょう。はい。はい。で、まず最初はですね、まあ、振動です。振動？はい。振動って何でしょう？振動、まあ、まあ、揺れてるってことですよね。あ、はい、あ、そうそうそう、はい。まあ、まさにその通りで、うん、まあ、物理の定義で言っても、ちょっとそれが硬くなるぐらいで、うん、まあ、せいぜい、一定の周期を持って、まあ、同じ場所を行ったり来たりしながら運動すること、みたいなことを硬く説明するだけですね。ただ運動してるだけだと、まあ、うん、まあ、地面が揺れてるだけが、その、帰ってくるがなかったら、地震が起きたたんびに、地面がポーンと飛んでちゃうので、戻ってくるまでがワンセット。戻ってくるまでがワンセット。これが振動。そう、これが振動。そうそうです。で、まあ、それになんかやっぱ、ある程度、こう、周期ってものがあって、元の場所に戻ってきて、また同じ動きをしだす、みたいなのが、まあ、ある種、まあ、振動っていうのの一つ重要な要素で。なるほど。はい。で、そういう意味では、これなんか人に話したら、それもって言われたんですけど、振り子とかも、ああ、振り子も、ああ、でも、振動、へえ、じゃあ、職場と家を行ったり来たりするサラリーマンも振動。ああ、振動と言っても差し支えないかもしれませんね。あ、じゃあ皆さんも今振動してる。
そうですね。通勤中に見てる人は今振動してるなぁと。はい。周期、一日周期の振動をね、回されていらっしゃる。あ、一日周期だといいな。うん、まあ一週間じゃないとね、いいですけど。一週間に一回帰るとかじゃなければ。なければ、はい。毎日できれば振動していただいてね。そうですね。はい。なんなら土日はお休みいただいてという感じですけど。はい。はい。まあそんな感じで、まあ振り子も、まあ、あの、振動なんですよ。あれも振動、うん。だからちょっとそういう意味では、皆さんが思っている振動っていう概念は、広い。広いかもしれない。一定の周期を持って、行って、戻ってくる。はいはい。みたいなことが振動。振動なんですね。なるほど。まあ逆に言うと、その、立ったり座ったりも、まあね、振動と言えるかもしれないし、まあ、その、さっきの通勤の話も振動と言えるかもしれない。うん、まあちょっとこれは、怪しい話になっちゃいますけど、うん、まあ一旦そういう、まあ、広く捉えたらと、ね、捉えたら振動と言えば振動かもしれない。はい、ということですね。うん、はい。で、まあ、この振動を踏まえた上で、ようやく波動の話になるんですけど、うん、波動ってのはこの振動が伝わっていくことなんですね。うんうんうん、で具体的には、まあ、じゃあ、わかりやすい海の波とかの話しましょう。はい、海の波って、どうなってます？砂場の山みたいなものが大量に並んでる状態。ああ、はい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 。なるほど、なるほど。凹みがあって、山があってっていうのが大量に並んで知ってられてる状態。一瞬を切り取るとそういう感じですね。はい、写真撮ると。はい。うんうん、で、まあ、それ実際、運動としてどういうことが起こっているかというと、うん、水の分子がぐわって持ち上がるじゃないですか。持ち上がってますね。はい、持ち上がった時に隣の水分子を引っ張るんですよね。あの、表面張力とかがあって。はい。はい、の周りのやつを。そうそう、引っ張り上げる。リーダーですね。そうそう。こういった引っ張り上げて、はい、そうすると次のやつ引っ張られて、またその引っ張られたやつは次の隣のやつを引っ張る。うんうんうん。うん、はい、まあ左の水分子が持ち上がったら、その右分やつが引っ張られて、そのさらにもう一個右のやつもまた引っ張られていく。うん、うん。こうやって、まあ、波として伝わっていくわけですね。あれですね。なんか野球とかサッカーのスタジアムで観客がウェーブするみたいな。まさにそうです。なるほど。あれももう、あれもまあ、波動と言って良いでしょう。うんうん、まあ、ちょっと、まあ、違うところもありますけど、基本的にはその隣の人が立ったのを見て、自分は立ち上がる、うん。で、自分は動いてないんですよ。これが重要で、自分自身はその場で立って座ったりしてるだけ。もう振動してるだけ。ああ。自分は振動してるだけだけど、その振動の、まあ、こう。情報が、はい、情報と言ったらあれですけど。あれですけど。うん。そうそうそうですね。そう、振動してるということが、隣の人に伝わって、どんどん遠くまで行って、そのスタジアム中をぐるっと回ると。なるほど。まあ、ウェーブですね、はい。はい。まさにあんな感じでイメージしてもらえばよくて、うん、自分が動いてないってことが結構重要。これなんか、自分が動いちゃったらそれ運動になっちゃってるので。ああ、なるほど。なるほど。うんうん。面白い。波動と運動の違いがそこにあると。そうです、そうです。自分、一粒が、はいはい、その場所に居続けるっていうか、まあ、そうです基本的にはそこにいて、そこからちょっと運動の情報を伝える役割をしている。そうです。なるほど。伝えているだけです。で、そうそう、振動の、伝える役割をしている。で、これのことを、まあ、媒質って言うんですけど。媒質。はい。どう、まあ、媒介の媒。媒介の媒。はい、ですね。媒介の媒に、質量の質ですね。うん。うん、まあ、伝えるものって、媒介するものっていうぐらいの意味ですけど、うん、波を媒介するもの。媒質って言うんです。うん、だから、海の場合は、水分子。うん、水分子がこう隣の人を引っ張って、でも自分はその場で立ったり座ったりするだけ。はい。で、スタジアムのウェーブの場合は人間が媒質になってるわけですね。うんうんうん、立ったり座ったりするという。まあそんな感じで、まあ媒質っていうのが必要なんです。波動に関しては。うん。で、その媒質が振動して、その振動が伝播すること、うん。これが波動です。なるほど。はい。っていうとスッキリしましたかね。今スッキリしましたね。はいはい。これで振動と、うん、波動が分かったと。そうです。これはまあ別のものですね。はい。まあ、細かく見れば別のものだし、なんかごちゃごちゃにされがちだけど、まあちゃんと整理されたと思います。はい、振動が、まあ、改めておさらいすると一定の周期で、はい、まあ行ったり来たりするもの、うん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 。で、それがまあ波だとまあ高さだったりするわけで、波動はその振動の、高さみたいな情報を隣の人に受け渡す。うん、そうです。ていること。はい。で、受け渡して伝わっていってるっていうことですね。わかりやすい。はい。そういうことです。いいですね。そういう感じで、うん、まあ、整理すると良いと。なんで、うん、まあ、よくね、世の中で、なんか、波動が、とか言われたら、まあ、そいつを、まあ、うん、そいつがまともかどうかを見極めるポイント一つは、はい。じゃあ、媒質は？その波動の媒質は？って聞くということです。なるほど。はい。何を媒質としてるんですか？そもそも何の媒質を伝わってきてるのって。媒質？パチパチパチみたいな、はい。そうです。で、これにちゃんと返ってこなかったら、もうそいつは適当を超えてると。いうことに言えると思います。なるほど。はい。こうやって論破してください。しかも、それ聞くだけだったら、あんまり納得がないです。そう。軽く。あ、媒質。そうそう。波動ですか？あ、それ何の媒質を伝わってきてるんですか？ちょっと素人質問で恐縮ですけど、みたいな感じで、聞けば、いいと思います。なるほど。丸く収められるいい
いい武器ですね、これは。いいですね、これはね。はい。自分は少なくとも、あの、盾でね、ちゃんちょり守られているというような状態なので。じゃあ、倍質の盾をもらいました、ね。はい、倍質の盾をもらいました。で、まだ武器があると。そうです。まあ、とりあえずは、一旦これが、まあ、分かっていればよくて。うんうんうん、で、まあ、そうですね。の、まあ、波だったら、あの、水分子、海が倍質だし、まあ、音だったら、今度空気ですね。うん。うん、で、まあ、あともう一つ、じゃあ、整理しなきゃいけないのがあって、縦波と横波っていうのがあります。波にはありますね。はい。あるんでしょうね。よくごちゃごちゃするんですけど、うん、まあわかりやすく、まあ例で言うと、海の波が、横波。あっちが横波。あっちが横波。おお。音が縦波です。なるほど。はい。聞きましょう。聞きましょう。まあこれはですね、定義の問題であって、はい、まあ進行方向に対してどっちに揺れてるか。うん。だけです。なんで迷ったら。波の進んでる方向を考えればいい。海の波って、ああ、確かに。沖からこう、浜に向かってくるじゃないですか。うんうんうん、だけど、揺れてる方向は縦なんですよね。はい。だから、進行方向に対しては垂直。波は縦。まあ、だから上下方向に。上下方向に揺れてるんですけど、はい、進行方向に対しては垂直ですよね。はい。うん、沖から浜に向かって流れてくる波。はい。これの、でも振動してる方向は、垂直方向。はい。なんで、これは、横波です。つまり、どっちの方向に揺れているかよりも、うん、その波がどっち側に伝播しているかの方が大事と。波が伝播している方向に対して揺れている方向が垂直ですよね。なるほど。はい。波が伝播している方向は沖から浜。うん。垂直であることは大事。そうです。垂直であることは大事。うん。まあ、だって、じゃあ、まあ、どういう向きで見るかっていうのが分かんない。例えば音だったら、うん、上にも下にも飛んでるじゃないですか。はい。で、じゃあ、下に飛んでるときは横波か縦波かとか言っちゃうとわけわかんなくなるじゃないですか。なんていうか、ああ、確かに、今は波だから、波の、水の表面だけ見ているから、うん、一方向にしか揺れてないように見えるけど、うん、空気は、喋った瞬間に全方向に広がっているから、進行方向だけで考えてしまうと、わからなくなってしまう。というか、振動の方向だけで考えると分からなくなるから。答えが無限になってしまう。無限というとあれなんですけど、まあ、定まらなくなってしまうから、何でしたっけ、揺れの方向に対して直角である。そうです、まあ、進行方向、その波が伝播伝わっている方向に対して振動している方向がどっち向きか、うん、で海っていうのは、海の表面をこう伝わっているけど、はい、その表面に対して垂直に揺れてますよね。揺れてますね。だからなんで横波、うん、垂直、まあ、その垂直になるんですね。今すごく頭がこんがらがってるんですけど、はいはいはい、縦の方に揺れていると横波、うんではなくて今言ってる縦っていうのは、はい、もしかして上下運動ではなく、うん、そのなんか空間を座標として捉えた時の上下の意味で。そうです、そうです。ああ、なるほど。だから進行方向を上と思うみたいな感じです。うんうんうん。波が進んでる方向が上だと思って、そっちの方向に揺れてたら縦波。ああ、なるほど。空間から空間を切り取って、空間上で縦に揺れてるから、縦波っていうわけじゃなくて、なくて、はい、進行方向が上だと、うん、思って、はい。なので、今、この体の状態だと波がこうなってる状態ですよね。はいはいはい。その、なんと言えばいいんだろう。演劇で、まあ、昆布の動きをしてる時の状態で、うん、で、その時に、うんうん、その、波さんが見てる方向からすると縦に揺れて、そうです、そうです、そうです。横に揺れてる。だからまあ、あ、確かに、うん、頭の方に波が進んで、そうですね、うん。波が揺れているということは、うん、まあ我々が見ているときだと波が上がっているときは後ろに行ってて、はいはいはい、波がへこんでるときは前に行ってる。これは横に移動しているってことですよね。つまり進行方向さんに対して波がどっち向きに動いているか。はい、そういうことです。やっとわかった。はい、なので、水とか波は進行方向が前に進んでいるから、はい、進行方向さんから見て、はい、前後に揺れている。はい、だから横揺れ。そうです。なるほど。横波です。なるほど。はい、やっとわかった。はい。ってことは音は？音は、はい。音は、なんだ、無尽蔵に広がっているので。まあでも、とりあえず、この向きで音が伝わってますとして。指向性が高いとして。はい、高いとして。音って、どんな波ですか？何が揺れてるんでしたっけ？空気が、隣の分子とぶつかって、
その分子がまた隣の分子、まあ、弾かれて隣の分子に行って、うんうん、だからこういう押し合いですよね。そうですね。で、音が伝わる方向はこっちですよね。はい。ってことは、音は縦に揺れている。そうです。おお、やっと、おお、なるほど。進行方向を、まあ、擬人化すると分かりやすい。そうですね。おお、なるほど。分かった。進行方向が上だと思っています。うんうん、常に。それがまあね、図を、まあ、くるくる回してもいいですし、何でもいいですけど、まあ、とにかく、その進行方向に対して、縦か横かと。なるほど。ことおお、分かった。これはね、分かりました。そう、高校生、あの、ちょっと結構受験とかで、ね、ぐちゃぐちゃになるところなので、チェックポイントですね。ここはね、よく間違えるところなので。おお、なるほど。はい、ここは分かってると、まあ、割とスッキリするかなっていう感じですね。一個確認したいんですけども、はいはい、さっき、媒質の話の定義のところで、うんうん、その、粒子、粒は、うん、動かないけれども、うん、隣の人に情報を教えてあげる。その、はいはい、私は今ここの高さだから、あなたもそこになってね、みたいなことを伝えるのが媒質って言ったじゃないですか。はいはいはい、でも空気って、うん、その、隣のやつにぶつかって、うん、その、ぶつかられたものがまた動いて、で隣の分子にぶつかってっていうのを繰り返すわけじゃないですか。これって媒質のである空気は動いてしまってるんですけど、これはどういう、これは実はでも空気はぶつかったらまた戻ってくるので、相手を押すけど自分も反射されて戻ってくるので、ここで行ったり来たりしてるんですよ、実は空気分子自体は。あ、なるほど、はい、つまり媒質の定義はもう絶対に動かないってことではなく、なくて、はい、まあ、戻ってくるよっていう意味で、そいつ自身が移動してるんじゃなくて、うん、まあ、まあ確かに、空気も、押して倒してみたいな、うんうん、ことをすると、結局さっきの水の話だと隣のやつに情報を伝えてるっていうことを、うん、空気だとぶつかって戻るってことをしているから成立していると、うん、そうですそうですそうです、だから、まあ、媒質として、まあ、成立しているってことですね。はい、やっぱり重要なのはその媒質は、うん、まあ、移動しない、動かないんじゃなくて移動しないということで、振動はするけど移動はしていないと。そうですそうです。だからその場で立ったり座ったりするじゃないですか、スタジアムのウェーブ、はい、あれがまさにそんな感じ。自分自身の席は動いてないけど、あ、その席の上で立ったり座ったりしてるじゃないですか。それが振動はしているけど、うん、移動はしていない。そういうことです。なるほど。はい、で、まあ振動と運動を両方することっていうのも実はあって、例えば別に空気って風吹くじゃないですか、うんうん、風吹いた時はもう全体的に空気分子がバーって流れてるわけなので動いてますね、はい、でそういう時はでもその振動している中でも、あ、なんて、ごめんなさい。運動してる中で音が伝えることはできるんですね。あ、確かに。風がぼーっと吹いてるところで声を喋っても、うん、伝わると。伝わるじゃないですか。それは、運動をしているのと同時に、媒質としての役割も果たしてくれてる。そうです、そうです、そうです。まあ、変な話ですよ。風の向こう側にも声が伝わると。そうです、そうです、そうです。あ、なるほど。確かに両立してます、ね。うん、それは両立します。なるほど。やっとわかりました。はい。といったところで、一応用語は一通り今喋りましたね。はい。振動。振動。波動。それから、それの縦波横波みたいな。縦波横波、はい。あとあれですね、媒質。媒質、そうです、はい、そうです。それ重要ですね。はい。で、じゃあ、あともう、二つだけ重要な概念というか、うん、お話していきます。はい。それが、まあ、共鳴。共鳴。減衰です。やっと出てきましたね。はい。こいつですね。こいつは結構、だからやっぱり、ね、まあ、ほら、その、まあ、なんだっけ、宇宙の波動にとか、ね、うん、あとは誰々さんの考えに共鳴してとか言いますけど、うん、どういうことやねんって感じなんですよ、正直。宇宙のマムダチだから共鳴してるみたいな。共鳴してるみたいな、そう。共鳴してるのか。思ってるとかね、なんか言いますよね、なんかわかんないですけど、はい、まあ、心のそれどういうことかなと思って、ちょっと心のね、固有振動数が完全に一致してるのかな、うん、どういうことだな、ちょっと減衰したいです、取ってんのかなみたいなことをずっと思っちゃうんですけど、まあまあ、これをね、ちゃんと物理的な話を今日はします。うん、はい。はい、で、物理的にはですね、例えば、弦楽器とかでね、チェルとかで、うん、ある音を鳴らしたときに、まあ、ある弦と同じ音を鳴らしたときに、他の同じ音の弦が鳴ったりすること、みたいな感じですね。ちょっと実演しましょう。いきなり、なんか、めっちゃでかいんですけど。まあこれがね、チェロというやつですね。チェロというやつですね。機械があればちょうどよかったんですけど、はい、まあ、家具さんに、まあ、見えればいいので。見えてます。けど、基本的には、それぞれ違う音が出るんですね、うん、はい、で基本的にこの音がその音なんですけど、はい、隣の弦でも実は同じ音を出すことができて、これどの弦なんですけど、はい、この辺を押さえるとその音がする、で同じ音ですね、ずっと鳴らしてると隣の弦触ってないの、まあ、揺れてる、そう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 、こんな感じです。確かにカメラには多分映ってないと思うんですけれども、隣のさっきここが揺れますよと言われた弦はプルプル震えていて、そうじゃない方の弦は今震えていない
ですね、うんうん、なるほど、これが共鳴。そうです、だからこっちを引いてるのにこっちの弦が揺れる、うんうん、こっちの弦触ってないのにこっちの弦だけ引いて、うん、もう一歩の方の弦も揺れてしまう。揺れてますね、これが共鳴です。うんうん、まあ、という感じで、うん、まあ、ちょっとカメラに映ったか映ってないか分かんないですけど。まあ、揺れてましたね。そうですね。はい、弾いてない弦が同じ音だと揺れてしまう。はい。それって、なんていうか、その弦が、その周波数で、まあ、揺れるようになっているというか、何も押さえていないときに、何でしたっけ、弦を当てると、その音が鳴るっていうことは、うん、その弦っていうのは、その振動、で揺れやすい性質を持っているってことですか？いい質問ですね。そうまさにそんな感じです。おそうです、はい。なるほど。これから説明しようということをかなり先取りされましたけど、まあそうです。あの要はまあある重さの弦が、うんうんうん、ある強さで張られているとき、うんうん、でいうときは、うん、しかもある長さで、うん、ある長さ、ある重さ、ある強さの弦があったとしましょう。うん、これっていうのは必ず固有の振動数っていうのを持っています。固有の振動数、揺れやすい周波数っていうのがあるわけですね。はい、まあ、振動数周波数大体同じものと思ってもらっていいですけど、1個確認していい、はい、強さって何ですか？張る強さです。張ってる強さですね。そうそう、まあ、ダルダルにしたら全然、はい、まあ、鳴るどころじゃない、ね、そうですね、はい、だし、まあ、弱く張ると低い音が鳴る、うん、強く張ると高い音が鳴る、うん、これまあギターとかやってる人だったらみんな分かると思いますけど、はい、あとは弦が長い方が低い音が鳴る。なりますね。で抑えたりして短くすると高い音が鳴る、うん、はい、うん、それから、まあ、弦の重さにもよるので。重さ？はい。だから、太い弦は低い音が鳴るし、細い弦は高い音が鳴りますね。つまり、はい、まあ、それって、その、太いと低い、細いと高いだと思ってたのが、はい、細い、太いのレイヤーじゃなくて、はい、重い、軽いのレイヤーなんですね。あ、そうです、そうです。まあ、それは、そうです。はい。そう思ってもらった方がいいです。はい。じゃあ、例えば、はい、まあ、極論言ってしまえば、うん、全く同じ太さの線でも、うん、まあ、材質が、まあ、材質が違ったら音も変わると思うんですけど、はい、まあ、重さだけが違ったとしたら、それは、今、太さが違うものを並べているのと同じことになる。あ、まさにです。もうだから、それは、例えばですね、このチェロの弦とかでも、はい、一番低い弦、こう、正線って言うんですけど、どの音が鳴る、はい、ドっていう音が鳴る弦なんですけど、はい、まあ、これ映ってないでしょうけど、まあ、で、そのチェロの、正線って、まあ、とにかく太いんですよ、めちゃめちゃ。うんうん、まあ、触ってもらったら、後で触ってもらったら分かるんですけど、はい、結構太くて、押さえておくのは大変なんです。うんうん、だから、それを弾きやすくするために、もっと重い金属を使って、タングステンとかをたまに使ったりするんですけど、うん、重いですね。鉄製なんですけど、はい、タングステンとか使うと、もう密度が高くて重いですね。だからもっと細くできるんですよ。同じ音程を出すのに。ああ、なるほど。はい、今、その、例えとして合ってるか分からないんですけど、うん、今、頭の中に1個思い浮かんだものがあって、うんうん、メトロノームって、はいはい、あれって、その、重りを、うん、まあ、パタパタ、はいはいはい、まあ、手を振るような動きをするわけじゃないですか。はいはいはい、あれの重りを下の方にやると早く動いて、うん、はいはい、上の方にやるとゆっくり動くと。うんうんうん、で、これは、まあ、重りが、まあ、つまり、まあ、どこにあるかによって、うん、まあ、仮想的っていうと変ですけど、まあ、針の重さが変わってるわけじゃないですか。そうそうそう、重心の位置が変わってる。で、それで揺れるスピードが変わるっていうことで、重さがその揺れる振動数というか、ね、振動のしやすさに関わっているっていうこと。あ、いいですね。はい。つながった、はい、コネクティングザドッツが。ドッツ、はい、なるほど。だからつながって、はい、つながりました。はい、まあ、その話はちょっとこれから、重さ、はい、大事ですね。出していきたいと思います。はい。はい、まあ、ともかく、そのなんか、まあ、3つ条件があることによって、うんうん、固有の、まあ、振動数っていうのが、まあ、どんなものでも大体決まっていると。例えば、机を叩いたら、コンコンって音がする。コンコンってなりますね。金属やったら、カンカンカンっていう音がしますし、はい、みたいな感じで、まあ、それぞれ揺れやすい音がある。例えば木琴とかそれを使ったわけですよね。うん、長さの違う木を置いといて、叩くとそれぞれ違う音になるから、それドレミの順に並べて、はい、まあ、演奏を使うと、うん、いうような感じです。で、まあ、あるいはそう、さっきも言ったように、振り子も振動なので、まあ、振り子もそうし、メトロノームもそうなんですけど、これも振動なので、さっき言ったように長さ、うん、長さの部分ですね、変えてる、実は振り子が変えてるのは、うん。長さの部分を変えなければ、必ず、まあ、一定周期で。振動してくれると。確かに、振り子の長さ、紐の長さ変えても、振動のスピードとか幅とかも変わってくるから。そうです、そうです。ああ。メトロノームの場合は、その長さを変えてるわけですね。この重りを動かしてるというのは。ああ、なるほど。実際。うんうん。ああ、なるほど。確かに、そう考えると、今のところ、重さと、はい、長さっていうところで、音の、まあ、振動の性質が変わってくるっていうのは、すごく納得がいきました。はい、はい、はい。ということで、まあ、あとは、振り子の場合は、まあ、弦で言うと硬さ。
だから弦の、あの張ってる強さによる部分は、はい、振り子の場合は重力ですね。ああ、確かに重力が強いと、はい、あれも、まあ、カタカタ、そう、もっと早く振れるはずですよね。あ、これで、さっき言った全ての要素が、クリアされた。はい、クリアされた。すごい、わかりやすい振動ですね、やっぱり、はい。なるほど。確かにこの3つで、その振動の性質が変わりそうだ。はい、そうです。なるほど。納得感がありますね。はい。で、またこれちょっと、脇道それちゃう話であるんですけど、はい、ブランコとかも、これ実は関係してて、ブランコ、フライ振り子ですね。はい。でも乗ってる時に、はい、外から押してもらわなくても、揺れ大きくできるじゃないですか。できますね。そういう時ってどうしてます？ブランコの上で。重心を動かしてます。そうです。立ったり座ったりしますよね。はい、まあ、しゃがんだ、はい、若干しゃがんだり、まあ、足を伸ばしたりして、まあ、そうですね。座ってたらそうですし、立ってたら、はい、立ったり座ったりして、はい、うん。っていうことで、重心を動かして、実は振動を大きくするように、実は頑張ってる。うん、実は小学生もそう。あれはメトロノームの、まあ、重りの位置を変えてるのが、そうです、そうです。重心の位置を変えてる。そうです、そうです。つまり、ブランコに乗ってる小学生は、振幅を、体感している。体感してるんです。体を持って、もう身をもって、振幅を大きくする技をなぜか身につけている。つまり、ブランコに乗ってる子供は全員物理をやっている。そういうことです。全員振動してます。はい。まあ、そんな感じで、まあ、そういうふうに、まあ、どんな方法でもいい。だから、エネルギーを与えてあげれば、振幅を大きくすることができるので、重心を動かすエネルギーを与えてあげれば、その振幅を大きくすることもできるし、なるほど。まあ、チェロの場合は弓で引いてあげれば、擦るエネルギーで、振幅を大きくしているわけですね。なるほど。わかりやすい。っていう感じです。うんうん、はい。まあ、なんで、まあ、そういうふうに捉えると、意外と世の中、振動ばっかりじゃんってなると思いませんか？振動ばっかりですね。振動ばっかりでしょ？いや、こう、振動ばっかりだから、まあ、それこそ宇宙からの振動もあるはず。バイスは？バイスは？ダークマターダークマターちょっとね、まあ、検出できたらすごいことなんですね。まあ。はい。はい。まあ、そんな話はありますけど、はい、ともかく、その振動っていうのが、まず、実はこう重要な要素ですよと。で、さっきの話でした、ね、はい、戻りましょう。で、楽器は、隣の弦鳴らしたら、うん、まあ、なっちゃったよとか。なりましたね。ブランコも実は、外から押してあげる場合、お父さんとか押してあげる場合、で、まあ、タイミングよく押してあげれば、振幅大きくなりますよね。はい。だけど、変なタイミングで適当にガンとか押したら、むしろドワーンってなって止まるじゃないですか、ブランコ。おー、なるほど。はい。これが重要なことなんです。周期に合ったタイミングよく力を加えることによって、その振幅が増幅される。これが共鳴なんです。なるほど。ブランコに乗ってる子供が、振幅を学んでいて、はい、お父さんは共鳴をしている。そうです。そうなんです。つまり、公園には振幅が、振動、波がいっぱいあるとか、ね。そう、振動波動がいっぱいあるとか。ということです。まあ、スティーさんも振動しますしね。確かに。そうです。だから、でもやっぱり、子供が来た瞬間にお父さん押したら、バーンって止まっちゃって、子供痛いってなるし、はい、ビヨーンってなって、ね、もうつまんないってなるじゃないですか。うん、それをタイミングよくこう来たものをこう押してあげる。来たものを押してあげる。これをやってあげるわけです。これはだから、お父さんの周期、振動を加えてる周期、振動してる周期が、ブランコの周期に合ってるから、これは共鳴しているということです。あ、確かに、タイミングが一緒だから共鳴していると。そうです、そうです。共鳴すると、波が大きくなる。そう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 。わかりやすい。はい。よかった。わかりやすい。失敗しなかった、今日は。はい。そんな感じですね。で、まあ、逆に、その変なタイミングで押したら止まっちゃうとか、うん、共鳴しないものって、まあ、いくら頑張っても、うん、どっかエネルギー逃げていっちゃうわけですね。逃げますね。反射されちゃったりとか、波が弱くなったり。まあ、熱になったり、そう、まあ、ブラブラグニャグニャってなったりとかするわけです。うん、でこういうことを、まあ、減衰と呼ぶわけです。与えた振動が減衰してしまっていると。ああ、わかりやすい。はい、今日すごいですね。よかった。調子いいか。調子いい。調子いい方。わかりやすい。ちょっとね、例えが下手な人みたいなね、うめえようなやつが、ね、いっぱい出てしまって、ちょっとね。なんでしょうね。変態自称モンスターでした。まあ、ちょっと、はい、はい、みたいな話とかが出てますけど。はい。まあ、ともかく、そんな感じで、まあ、共鳴と減衰、なんとなくイメージをつかんでもらえたかなというところですね。すごくわかりやすいです。はい。で、結構、またその辺で結構ごちゃごちゃになりやすくて、重要な話は、音をその出すことと共鳴することはまた別なんですよね。うん。だから音を出すっていう時は、例えばこうやってパンって手を叩くと、これってすごいいろんな周波数の音を一斉に出してるんですよ。うん、そうですね。はい。はい、まあこれはなんだっけ、ゆるがくとハウスの一次選考で僕は音楽学で実はこっそり出してた動画でも喋ってるんですけど、うん、まあ音って出すと、まあ、いろんな周波数を含
含んでいることが多い、大体の場合。うん、そのシンプルなこうサインの波だけで、1個だけの周波数だけっていう音を出すのは結構難しくて、そうですね。はい、いろんな周波数の音が混ざっている状態なわけですね。うんうん、なんですけど、その中で共鳴するものだけが残るのが楽器なわけです。なるほど。はい。チェロで言うと、こう、弾いた時に、弾いた瞬間はいろんな音が出てるんですけど、うん、でも最後にこの音程の、この音程の音だけが長く残る。うん、他の、この、それはこの音程の音が共鳴しているから。なるほど。でも楽器は、音を、まあ、出してるんですけど、はい、出すだけじゃなくて、はい、特定の音を抽出するもの。そうそうです。共鳴させている。はい。特定の音を共鳴させて、別の音を減衰させている。だから、その音程に聞こえるわけです。はあ、なるほど。はい。ただ音を出している道具ではないと。そうです、そうです。共鳴と減衰も行っている。そうです、そうです。で、チェロの場合は、その箱のことを共鳴道って呼ぶんですね。あ、だから、共鳴道、はい。おー。そうです。共鳴させて。させているわけです。で、他のやつは減衰はどこでやってるんですか？減衰というか、まあ、他のやつは、まあ、熱とか、まあ、あるいは周りの空気とかに、うん、まあ、逃げてしまう。エネルギーとしては、まあ、そんな感じで入れたエネルギーが残らないで逃げてしまう。減衰させているんじゃなくて、共鳴しやすいだけ、やつだけが共鳴して出ていて、他はもう自然と減衰していく。自然といなくなっちゃう。だからつまり、はい、他が減衰しているというよりも、うん、共鳴できるやつだけを残してあげてるってことです。なるほど。その方がいいかもしれないです、ね。なるほど。わ、はい、かりました。共鳴してるやつだけ長く残って、より音に変換されやすくて、まあ、弦が揺れてるだけだと本当は耳に聞こえないはずじゃないですか。一回空気が揺れないといけない。はい。だからそういう長く残ったやつだけが空気を揺らして耳に届いている。なるほど。はい。なるほど。ということです。わかりました。はい。なんで、まあ、指で弾いた時も実はいろんな音出てるけど、うん、聞こえる音程ってのは一つ。うんうんうん。で、これ逆にこの弓で擦った時っていうのはまたちょっと違くて、これは、この、キューティクル、つぶつぶがこう、あるわけですよね、毛だから。まあ、毛なので、はい、なんでしょう、アイスクリームのコーンが、縦にめっちゃ並んでるような、ね。ああ、はい、そういう感じ、そういう感じ。はい、そうそうそう、そのキューティクル一つ一つが、はい、その一つ一つが、ちっちゃく、こう、弦を弾き続けてるんですよ。ポコ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 。グテ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 。なるほど。はい。ってやってるんで、実は、だから、その、本来だったら減衰して消えるはずの音も、繰り返しになっちゃう。うんうん、なんで、ちょっと、その指で弾いた時と違う音がするじゃないですか。ああ、そっか、減衰するやつも残りやすくなっている。そうです。まあ何回も鳴らしてるんで、うん、耳に届くようになっているというか、うん、うん。一定の周期で。まあ弱いパンチもたくさん打てば痛いみたいな。そうそうそう、そうそうそう感じかな、はい。そんな感じかもしれない。はい、それはうまくいってるかわからないけど。なるほど。まあまあ、ともかくそうそう。その、本来だったら減衰してすぐ消えちゃう。消えちゃって耳に聞こえる前にいなくなるやつも繰り返し繰り返し鳴らしてるとそのうち耳に聞こえてくるので、うんうん、ああそういう性質で指で鳴らすときと、はい、弦で弓で弾くときでは音が違うと、はい、そうですそうです、はい、っていうことですね。これがまあ、あの音色とか音色っていうのを作ってるものですね、うんうんうん、はい、楽器の音色はこうやって決まってますよっていう、まあ、話です。はい、はい、ここまでその、まあ、共鳴とかの話をしてもらって、うん、まあ音で一歩思い出したことがあって、はいはいはい、声でグラスを割る人っているじゃないですか。ああ、なるほど。はいはいはい。あれって、その、まあ、よく観察すると、うん、最初にグラスを指でトントンって弾いてるんですよ。はいはいはい、その音で、その人間が声を出すと。はいはいはい、すると、グラスがプルプル揺れ始めて、はいはいはい、ガラスの、まあ、振動の強度に耐えられなくなると、ピンと割れる。はい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 、あれは、グラスが固有の周波数を持っていると。はい、でその固有の周波数を、声で出してあげて共鳴させて振動振幅を、増大させていると。そうです。だから、どんどん大きくなっていって次第に耐えられなくなって割れると、うん。そうです。まさに。なるほど。それが、はい、今その話が頭に浮かんできたので、うんうんうん、つまりあれは固有の周波数を確認して、はい、その声を出して振幅を増大させている。それを共鳴させている。共鳴させているっていうことなんですね。はい、そうですそうです。まさにその通りです。なるほど。だからまあそれは。それによって何をしてるかというと、まあ、もっと抽象的に見ると、声のエネルギーを、うん、喉の振動のエネルギーをぶつけて、はい、それをこいつに吸収させて、壊してるってことですね。ああ、なるほど。吸収させている。まあそうです。共鳴してるって、共鳴して、振幅が大きくなるっていうのは、その音を吸い込んで、こいつもさらに震えてるわけですよね。つまり、あれですね。
相手のよくその漫画とかで、うん、あの攻撃を吸収する系のキャラいるじゃないですか、はい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 、私はお前の攻撃を吸収するぞってグラスは自分たちの声を吸収するんだけど、うん、そいつらって大抵耐えられなくなる不要限界を吸収するって発見が起きているとそういうことです。つまりグラスは悪役と。そうもうぐちゃぐちゃになった例えはもうぐちゃぐちゃだったけどまあまあまあそんな感じです。なるほど。そうそうそう、だからさっきのブランコと同じでエネルギーを与えて振動を大きくしてる。なるほど。ブランコの方が持ってるエネルギー自体増えてるじゃないですか。これも同じで、グラスが持ってるエネルギーをどんどん増やしてあげる。どんどん増やしてあげることによって、持ちきれなくなって、パーンって破裂していくことです。つまり、公園で子供を押してるお父さんの共鳴が強くなっていくと、はい、子供を弾ける。お父さんの振動を私は共鳴しているがどんどん吸収していくぞ、耐えられないパーンみたいな。ならないならない、なるほど、クルになるから吸収してくるんクルになるからクルんだろうなるかなっていう感じですけどね。じゃあ皆さんも安心してあの押していただいて大丈夫です。この動画見てないと大丈夫かな、あの子供弾けちゃわないかなと思うかもしれなかったのでこの動画見てよかったです。なるほど。あの子供大丈夫なので押してあげてください。いやいや、クルンも危ないし、事件は危ないわけないで。クルンも危ない。でも適当に押していただいて。ね、はい、あの減衰が減衰と共鳴が釣り合うぐらいの強さで押してもらって、はい、はい、という感じです、ね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まあそんなあのいろんな話をしてきましたけど、最後もう一個だけ、はい、はい、まあ実はですね、次回、まあ、ここまで音の話をしてきたのは、うん、まあ。もちろん物理の話の基礎としてもあるんですけど、はい、次回ちょっとやっぱ音楽の話にちょっと触れたくてですね、音楽、はい、まあ音っていうのが、まあ、どうやってなっていくか、さっき楽器の話とかちょっと触れましたけど、うん、その辺に関してもう少し詳しく触れたいので、うん、まあ、それの準備として一個、まあ、入れたい知識がありまして、はい、これはうなりというやつですね。うなり、はい、聞いたことありますか？うなりという言葉あるいはうなり自体、まあ、聞いたことはあるけれども、はい、うんうん、例えというかどこで使ったかが全然思い浮かばないぐらいなかなか出てこない。ああ、そうですね、はい、うん、確かにまあ物理の教科書とかには載ってるってよく問題出るんですけど、まあ、おいしんぼに出てきますよね。おいしんぼにご飯食べてうまいってあいつはうなっている。いや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 いで追っていきましょう。はい、まずは、ちゃんと聞いてみましょう。はい、うなりっていうのはどんなものか。聞けるものなんですね、うなりは。うなりというのは音なので、はい、音もうなりが出すので、その音のうなりというのを聞いてみましょう。はい、どうしよう、ここで流れてくる音声が、うん、うまいだったら、ちょっと。いやいや、読んでたら最強すぎない？その終わりのさ、噛みすぎるでしょ、そんな、タグさんにそういうこと言い出すと思って。実は用意してきましたみたいな。はい、うん、うまいって。そんなことはないのよ。まあ、じゃあ、はい、例をね、出していきましょう。うなりを。まず、はい、うなりの前に準備というかですね、はい、普通の音を聞いてみましょう、はい。うなりのない音ですね。うなりのない音。はい。はい、まあ、これちょっと音取れてわかんないですけど、後で言うときます。ポーってなってますね。そうですね。これが、まあ、だいたい 440Hz で、はい、まあ、一般的にラの音でよく使われる音程ですね。うん、はい、はい。で、それよりちょっとだけ高い音。442Hz なんですけど。ポーですね。はい。はい、まあ、皆さんの、いや、わからなかったけど、はい、まあ、大体、そうです、はい。まあ、でも本当に結構聞き取るの、違い聞き取るの難しいぐらい近い音です。440Hz、まあ、分だけ。そうです。2Hz 分だけ。はい、で、まあ、パーセントで言うと440分の2なので。はい。まあ、ちっちゃい。ちっちゃいですね。はい。はい、っていうことです。はい。はい、これを同時に鳴らすとどうなるか。うん、今440と442を同時に鳴らすと。はい。はい。おぉ。か。わんわんわん。あ、そうです、そうです。ってなってますね。はいはい。っていうのが聞こえると思います。うん、聞こえますね。で、さらに1個442の方の、はい、周波数を上げてみて、444にしてみますね。はい。ワン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 、さっきの倍ぐらいのペースで、ワンワンワンってなってますね。はい、そうなるようになりましたね。はい、これが、うなりというやつです。というのは、はい。音、周波数の近い音が2つ同時になると、うん、その周波数の差分の、ワン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 っていうのが聞こえる。うん。うなりです。うなってましたね。はい、はい、うなる、まあ。まさにうなってるっていう感じですね、はい。はい。だからそこから名前がついてるんですけども、うん、で、うなりっていうのは、まあ、じゃあどういうことか。っていうのを、まあ、
でもそれだけ、まあ、実は高校の教科書だとそれしか書いてないんですよ。周波数の差分のなんか振幅が変化が見えますよみたいなことしか書いてないんですね、うんうん、それだとちょっと気持ち悪いですけど、実は高校生の数学の知識があれば簡単にこれ説明できるので、うんうん、ちょっと数式出します。大丈夫かな。まあちょっとだけね、あのそんな難しくしないつもりですし、まあ一応数 2b くらいのその三角関数を知っていればわかるはず、うん、まあやってみましょう。やってみましょう。やってみましょう。でまずはですね、波動というのが、波動、はい、まあというか振動ですね、はい、振動をどういうふうに式に表すかというのを見せていくと、こんな感じですね。A サイン括弧 2πft 括弧閉じですね、はい。まあ、これは割とよくある書き方ですけども、うん、サイン波というこのサインの形をした波が来ていて、はい、その大きさが A ですと、はい、振幅その波の高さですね、はい、が A で、振幅が A、はいはい、でその周波数が F ですという式ですね。周波数が F、はい、で t がこれ時間なんですけど、はい、まあ、時間が経つとこの、このサインの中身が変わって、その振動が見えるという感じですね、うんうんうん、はい、っていう、式なんですけど、つまり時間ごとに、うん、これだけの、うん、まあ時間間隔で、はい、この高さの波を作りますよって書いてますね、うん、そうですそうです、はい、そういうことを書いてる式ですね、はいはい、で、まあ、この式は別に細かいことはまあいいんですけど、意味が分かればよくて、まあ、A が振幅、波の大きさで、うん、F がその波のこの細かさ、はい、細かさ表していて、T がまあ今の時間っていうだけなので、うんうん、そこまで分かってれば OK です。うん、はい、で、じゃあこれが、2種類の波が来た場合、もう1個の波が来た場合は足し算すればいいので、うん、A サイン、今度は、まあ、ちょっと周波数の違う波にしましょう。F'。F'、はい、はい。F'T しましょう、はい。で、これ足し算すれば。いいだけです、うんうんうん、でもこれだけだと、まあ、パッと見、まあ、足し算してるなとしかわからないので、うんうん、あんまりどういう風に聞こえるかっていうのはピンとこないと、うん、いうことで、ここで、まあ、和積の公式を使います。和積の公式覚えてますか？ああ、ちょっとわからないちょっとわからないです、ちょっとわからないです、ね、からないですか、まあ、この辺のね、動詞とかはね、ちょっと私今やっても、まあ、受験生チャンネルじゃないので、まあ、省略しますけれども、はい、基本的にサインの、まあ、サインとサインの足し算は、まあ、なんだろう、まあ、倍角の公式とかあるじゃないですか、サインの。コスモス、コスモス、サイタ、サイタ、サイタコスモス、コスモス、サイタとか。ああ、覚えてない。目をパチパチ。目をパチクリしてますね。まあ、とにかく、その辺の公式から導けますよということを、受験するように言っておいて、まあ、ともかくこれは式変形ができます。はい。はい。式変形したものがこちらになりますというのを、これから書きます。はい。まあ、こんな感じになります。はい、式変形。まあ、式変形をされましたね。した結果、はい、はい。出来上がりがこちらになります。で、はい、こちらの式ですけども、まあ、なんかサインとコサインの式になり、掛け算の式になりました。うん、うん。足し算から掛け算になるので、これを和積の公式というわけですね。なるほど。はい、で、これ、まあ、ちょっとこれだけだとまたよくわからないので、一旦こいつと、こいつをセットにして、A、最初の A サインとかの方の A と、うん、掛け算になったコサインの、はい、まあ、塊ですね、はい。塊を作って、はい、これをまあ、もう B と呼んでしまいましょう。はい。B という関数だと思って、それに、サインの 2πF たす A F ダッシュ割ることに T。こういう風になったというふうに考えましょう。はい。はい。こうすると、最初の式と見比べてください。これ、形一緒じゃないですか？E ということにまとめているので、はい、まあ、さっきの A と同じ役割だと。はい。難しい。はい。で、これを見ると、最初のこの式ですね。この部分と、ここの部分。まあ、皆様、テロップで見えてるかなと思うんですけど。はい、けど同じような形してませんか？まあ、なんとなく、はい、数学、できない人の目で見ると一緒です。はい。はい。まあ、文字がいっぱい。はい。A がこの B に置き換わって、はい、で、この、まあ、サインの括弧の中身がちょっとだけ変わっただけ。はい。うん、という感じです。うん、うん。そう、で、この B がもう何だったかってもう一回書いてあげると、はい。A かけることの、コサインの 2πF マイナス F ダッシュ、割ることに T。こんな感じですね。うん。これは、さっきのと何が、一緒ですか？一緒です、一緒です、はい。はい。これの抜き出してきたものが実際何だったかっていうのを、ね、まあ、書き直してるというか、はい。はい。で、じゃあこの意味を考えてみましょう。はい。B って、まあこの A と対応してるので、はい。
波の振幅に対応してますよね。そうですね。はい。どれだけ波が、ま、幅、高さがあるか。はい。はい。そうです。で、この F たす F ダッシュ割る2っていうのが、この F と対応してるので、はい、元々の周波数と対応してますよね。細かさですね。はい。波の細かさ。なので、こういう振幅を持つ、こういう波だって言っていいわけです。はい。で、その振幅が時間で変わりますよということを言っている。おー。おっと、これはまずいことが起きるのでは？はい、つまり、うん、さっき扱った440と442を当てはめてみてもいいですか？はい、当てはめると、はい、まあ、皆さんから見て、まあ、ここら辺にある F の方に440があって、はい、そこに442を足してると。はい、そうですね。なので、F だと842ですね。で、割る2をすると441と。はい、つまり440、と442の振幅を同時に鳴らすと、はいはい、441の振幅を鳴らしますよっていう式に変わっていると。そうです。それも聞こえ、それがまずその振動が聞こえて、はい、なおかつその振幅がこれ何ヘルツのこの値どうなってますか。442-440なんで、はい、2分の21ですね。はい、はい、つまり1ヘルツの振動が、はい、お振幅が1ヘルツで振動しているということになるんです。つまり、はい、うなっている。そうです。つまりうなっているということです。1ヘルツのな、まあ、ま、なんていうか、マクロ的に見ると1ヘルツであると、はい、でその1ヘルツがどう構成されているかっていうのを細かく見ると、441がぐにゃ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 なっていると、はい、で大きく見ると、2ヘルツ1ヘルツになっていると、はい、あ、だからワン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 って聞こえる。はい、ああ、なるほど。こんな見た目になるってことですね。波で言うと。はい。ああ、つまり、はい、和石の公式が分かっていれば、はい、うなりが起きる理由が分かる。分かります。ということです。おお、これは、勉強してる人は確かめられる。そうですよ。高校生だったら皆さんできますから、センター試験も受け終わった皆さんなら余裕でできますね。はい。っていう。なるほど。はい。もう、まあ、簡単な、実はね、あんまりこう高校の、物理って数式を、まあ、あんま詳しくは作ってくれないんですけど、うん、ちゃんと自分で考えたら結構これぐらいのことはすぐ分かるよという例で、うん、まあ、見せたかったので出したんですけど、なるほど。まあ、分かんなかった人はまあいいです。一旦とにかく近い周波数の音が鳴るとその、はい、その差の周波数でワン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 って音が聞こえるよっていうことだけ分かってもらえれば十分です。近い音の、はい、周波数の音が同時になっていると、はい、それはマクロ的に大きな波と、それを構成する小さな波に分かれるから、はい、グワングワンなっているように聞こえると。まあ、ここに図を出しておきましょうかね。さっき見せた図を、こういう。つまり、うなりは、はい、2つの音を鳴らして、大きな、それが大きな音、波と、それを構成する小さな波を作り出すっていう。そうです、そうです。これは、うなり。なるほど。はい。なるほど。はい。これはね、まあ普通にやってたのは気持ち悪いじゃないですか。まあ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 って言ってる。でもこれをうまく使うのが、ある意味音楽なんです。という話がまた次回ということで楽しみになります。はい、はい、今回はですね、まあいろいろ説明しましたけど、うん、まあ、言葉の説明でしたね、主にね、うん、振動、波動、媒質、それからまあ共鳴と減衰みたいなところ、うん、それから最後にうなりの話をしました。6つも武器もらいます。バキバキにね、もう今もうフル装備ですね。今に関してはね、皆さんこれでね、もう高校生以上の知識を持っているバキバキの専門家と言っていいと思うもので、はい、なるほど。はいはい。まあ、ここで、なんか一個ちょっとくだらないことを言いたいんですけど、はいはい、さっきそのご飯美味しいのうまいって言ったじゃないですか。はい、うまいを うなりっていう話があったと思うんですけど、あれって、一人で黙々と食べてるときにうまいって言っても、それはうなりじゃなくて、はい、二人が、私が 440Hz でうまい、うまい、うまいって言い続けて、両親が 442Hz でうまい、うまい、うまいって言っていれば、そこで、うまい、うまい、うまいってなるってことですよね。うまい、ご飯を食べてうなってる人を作れる。なんだこっちゃ。だから、まあ、私は440担当するので、まあ、皆さんももし会うことがあったら442でうまいって言えるよって言ってください。結構入るよね。1秒間に442回うまいって言うでしょ。はいはい、私は440回言うの。次は、はい。はい。まあそんな感じで、今回は終わりしたいと思います。はい、ありがとうございました。これ終わりでいいのかな？次回を楽しみにしていただければと思います。はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ごきげんよう。チャンネル登録お願いします。